皆さんこんにちは、稲田水です。本日もマイクラをやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、お家をエンチャントのお家をどうにかしようと思ってやらずにこちらの方の畑の囲いをですね少々やりました。で、夜だから寝る。はい、おはようございます。ということで、続きですね。こちら、やっていって、囲いが、とりあえずね、土台だけ終わりました。で、今、迷っているのが、石を2段にして、で、ここら辺とか、ここら辺から入れるように、ドアを取り付けて、白樺の、この、柵をつけるか、まあ、普通に、村を囲んだ時と同じようにこのまま柵を取り付けるかでちょっと迷っております。それぐらいかな、今迷ってるので。スイカができたのでちょっとスイカをガブガブ食べようかな。おーよいしょ。で、ですね、前回もちょっとお話ししたと思います。片付けながら小説メールを始めましたと、メールマガ始めました。小説メールはちょっとお金がかかるものと無料で読めるものがございますので、ちょっとそこはね、読まれる方気をつけてください。で、メールマガは無料でございます。あとなんだ、そんなもんか。じゃあ、あとサロンだ。編み物のサロンですね。こちらは月額500円の会員制となっております。で、それはですね、概要欄の方に貼り付けておきますので、URL を。気になった方は、どうぞ、お越しくださいというか、なんというか、見に来てくださると嬉しいなと思っております。豆腐にならないように、やっていこうか。確か、この1個下あたりに、あおっ、こうやって、あ下手くそ。こんな風に、あれ、マジか。何でしょう、これ。土使いすぎでしょ。落ちた。とりあえずね、夜だから一回寝たいと思います。あー、やっぱり落ちたよ。おー、くそー、飛ぶかと思ったよ。おう、ここあれか、手術は開くのか、どうしようかな。とりあえずいや、考えない。危ないよ。うえ、落ちるかと思った。はい、今日はここまで出来上がりました。ちょっとね、足場とかで汚いんですが、三角屋根がだいぶ出来上がってまいりました。次回完成するといいなというふうに思っております。ご視聴ありがとうございました。稲田水でした。またね。バイチャー。